こんにちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。今日はもう本当に簡単なハーフアップアレンジやってみました。はい。はい。職場とかでささっとまとめないといけない時とか、学校でちょっと体育の後とかパッとまとめたい時に本当に使える島村さんでゲットした商品です。なるほど皆さんぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。リーゼのまとめ紙フォームを使います。3プッシュ出します。全体的につけていきます。このぐらいウェット感が出るのがベストです。ブラシを使います。分け目をなくすように前髪の後ろからとかしていきます。このあたりから後頭部の下あたりまで分け取ります。右側に2回ねじります。サイドクリップを使っていきます。クリップをねじった髪の毛に留めます。トップの部分だけ少しほぐします。ここの分け目を隠すように少し下に引っ張りながらほぐします。オフィスや学校でも使えるハーフアップアレンジ、髪の毛の多い方もバッチリ止まるのでぜひ参考にしてみてください。バイバイ。